はい、それでは本日2月じゃねえ、いつだよ、6月27日、コンプリートゲーマーズトーナメントガチ取りを始めたいと思います。はい、どうも。本日は九条九太郎さんと、新潟県民さんのガチとなります。本日の、種目はティンクルスタースプライツダブルドラゴン、ネオボンバーマンと、タクサゴンのロケ、あと一つ、ネオアムジオじゃない。さあ、ティンクルスタースプライツから始まってますが、お互いランですね。あ、ちなみに、ルールを説明しますと、1種目15分です。15分で、やりますので、時間計っておいてください。今始まったのが55分なので、10分になったら次の競技という感じですね。それでは、はい。さあ、お互いちょっとすごい嬉しい動きですね。まあ、ランは初心者向けですので、まあ、とりあえず操作方法さえ分かっていれば、まあ、それっぽい、ね、動きにはなりますので、さあお互いパーフェクトは取れていないですね。さあここでエクストラアタックに当たってしまい、まず先制したのは九条九太郎さん。そうですね、まあランはエクストラアタックが強いんで、ゲージ溜まったらね、ゲームスピード上がってゲージ溜まったらね、エクストラアタックね、ガンガン使っていっていいんで、状況みたい。お互いそれで初心者なんで、かなりエクストラアタックね、避けにくいと思いますので、まあエクストラアタックバンバン使っていけば勝てるんじゃないでしょうか。さあパーフェクト取って、さあ、ため打ちガンガン使いますけれど、ため打ち使っちゃうとあれなんですね、後ろのやつが連絡する前に死んじゃうんで、さあ、これボスアタック。さあ、不用意な打ち返しは、全部エクストラ、やボスアタックに変わってしまうが、さあ、画面がぐちゃぐちゃ。エクストラ的に当たったのかな。そう、2ラウンド目取り返すのは、新潟県民さん。お互いですね、ボブ使ってないですね。もうボブはラウンドが切り替わるごとに、ね、回復するんでね、やばいなって思ったらね、使っちゃった方がいいです。それにラウンドの途中でボブもちゃんと降ってくるんで。さあ、これエキストアタック、おっと、これは被弾したね。さあ、打ち返しに被弾してしまって、さあこうこれパーフェクト取っていく。おっと、これはオーブ出て、さあビーバータイム、言い方よ、まあいいや。さあここですごい打ち返し、これはボスアタックなってしまう、不用意な打ち返し、しかし最後エクストラアタックに当たってしまい、さあまず最初に勝ったのは、新潟県民さんですね。てか誰かチェックしておくれ、勝敗チェックしてくれ。さあまず最初の対戦は2分3分で終わりましたね。おっと、ここでさあメモリジョーを使いました。問答のようですね。さあメモリジョーはね、初心者同士の対戦だったらとりあえずため打ち打っとけばね、あれなんで、使うと守りは万全なんで。でもその代わりパーフェクト取れないんで、必然的に自力になります。なのでピンチの時があんまりためは使わない方がいいですね。さあ今の不用意な打ち返しはエクストラアタックで切り返したい。エクストラアタックはかなり強いんで、あとこれは被弾、ちょっとぼーっとしましたね。さあ泡の対処をどうすればいいか分かっていない感じか。さあエキストラアタック飛んでって見えにくいんですよね、このエキストラアタックは。このまま、さあこれはパーフェクトは取れないですね。あとこれはちょっと早い、他の軍隊が出てくる前に任せちゃうとパーフェクト取れないですね。まあこればっかりはティンクルのパターンはちょっと練習して覚えないとダメなんで。さあこれで切り返した。さあザコに当たって、さあザコに当たると白いボスボンですね。さあボムが出てきて、お互いボムをゲット。しかしさっきからお互いボム使ってませんね。さあ泡、さあこれボムをなぜか発動、別にピンチじゃなかったよね。おっと死神が出てきたね、早いな。メモリーのボムも発動、お互いまだボムが2つある。さあパーフェクト、ランダーがパーフェクトを取っていって、おっとこれ残り耐えるか 0.5
0.5。 これはザッ、さあ今通っても泡は取れない。ちょっとタイミング悪い。さあ雪沢だとお互いかなりぐちゃぐちゃになっているが、さあ最後はノーマルアタックに当たって、こちらの見てるのは新潟県民さんですね。まあメモリーガーにもあの死神出てたんで、結構ね、まあワンダム長くなりますかね。さあこれはとかを全部取る、ガーパーメクトは取るぞ。雑魚の攻撃に当たってるのを見ると嬉しいですね。最近 あのシューティングゲームはもうあの本当時期のやられ判定が1度くらいみたいなゲームばっかりなんでね、こういう風にあの時期の見た目通りにやられ判定があるゲームっていうのはなかなか、まあそこまで大きくはないですけどね。それでもやっぱり確か1押し1度とかそのぐらい小さいわけじゃなかったかなと思うゲームも。ちなみにこのゲームはあのネオジオモード買わなくてもあの今 PS2 版のピンクルで、それの中にネオジオモードというのがあるんで、それに入ってるんで、ぜひとも皆さんお買い求めください。さあ、2連勝したのは新潟県民さんですね。残り10分、まだあとこの調子だったらあと4回はいきますね。さあここでお互いキャラクターを変更。さあメビウス親衛隊とナンジャマンジャ、まあナンジャマンジャにねエキストラタック使いやすいんで、ちょっとメビウス親衛隊の方はちょっと俺分かりませんね、使ったことないんで。さあエキストラタックが出て、さあよく見たらあれですね、ザコもまだいましたね。さあこれはパーフが取れない、ちょっとあれですね、ため打ち使いすぎな感じですね。さあ最後ノーマルアタックに当たって1ラウンド目先制するのは新潟県民さん。まあピンクルはちょっとね完全ガチでやらない限りはね、どうしてもまあこういう風にいろんな意味で速い展開になっちゃうんで。さあお互い後のやつらが出てくる前に潰しちゃってる、なかなかパンペット取れませんね。こっちは泡を取る前に壊しちゃってる感じかな。さあこれはちょっと壊すのが早かったので、ランガーはパンペット取れず、なんじゃもじゃがパンペット取れませんね。さあ泡はさあ剥がして、これはパンペット取れない、ちょっと壊すやつを間違えましたね。お互いディンクルはまだ未経験って感じでしょうか。さあ打ち返し弾がせっかく絶叫で効くのであれは壊したかったんですけどね。さあこれで泡を破壊して、さあこれはパンフェット取れない。さあちょっとタイミング間違っちゃって、これはめんどくさい状況になってしまったぞ。ノーマルアタッカー向かってきてあったらない、ギリギリ危なかったですね。ここでボムを発動を待つ、まあ、ピンチと思ったら使っちゃっていいと思いますよ。おっと最後ノーマルアタック当たって2ラウンド目取り返すのは空城九太郎さん。これはエキストラタックで返していって、メビウス親衛隊のエキストラタックはあれですね、上から素直に降ってくるタイプなんで、なんじゃこんじゃのどっちかというと劣化みたいな気もしないでもないんですけれど。さあこれはパーフェクト取れた、お互いパーフェクト取って、さあこれは簡単な、おっとエキストラタックを送る。さあ泡は破壊できて、これはパーフェクト取れませんね、壊すやつを間違えたので。さあゲームスピードハイブラックか。さあ時期狙いのホーミング、時期狙いのあれですね、通常弾も結構来てますんでね。さあこれは上から降ってくるタイプ、ちゃんと避ける。泡は取らない、取ったがちょっともうその前にエキストラタックで壊しちゃってましたね。あエキストラじゃない、ため打ちで壊しちゃった感じですね。さあゲージお互い溜まってるので、てかあお互い溜まってないか、メビウス親衛隊側が溜まっているが、ここでザコの攻撃当たってしまう。ちなみにため打ちはちゃんとね、あの下のゲージ見ると
あれなんで、溜めて使えばちゃんとエキストラアタックとか、今メビウスの新兵隊がもうボスアタック出せる状態ですね。なんじゃなんじゃのエキストラアタックも出せるが、あとここでヒット。さあ、ここでボムを使ってピンチから脱出。さあ、ここでボスアタックを発動。おっと、通常で当たってお互い回路 1.5 と 0.5。 さあ最後ボスが時間かかったんで消えてしまい、最後ノーマルアタック当たって、さあやっとここで1勝しましたね。残り5分です。ここで2勝1敗ですね。あ、2勝1勝、今のところ新潟県民さんが1勝リード。さあここでランとさあリアリーが出てティルが出ますね。ティルはとりあえず俺の持ちキャラでした。過去形です。 PS2 版ではよく使ってましたね。さあこの情けないため打ち、まあボス戦で使えるっちゃ使えていいのだな。さあエキストラアタックは連発して、さあこのドラピーの役の立たなさがすごい。マジゲーム速度遅い時のドラピー役に立ちませんからね、エキストラアタック。パーフェクトを取って、ここでさあ泡を剥がせない。これはちょっとまずいぞ、めんどくさい状況になってしまった。さあお互いため打ち使ってますね。このゲームさ、ため打ち使えばいいってそこまで何の気がしないのないんだけどな。ここで混戦状況になるんですよ。さあこれはパーフェクト取れないですね。さあここでお互いじゃねえな。さあ、ティル側がフィーバー状態に入って、さあめんどくさい、ここでボム発動。さあ一気に上から降り注いだ通常弾に当たってしまい、まず一度でも先制するのはティル。さあまず最初は落ち着いてパンフレット取りたいですけどね。ここでパーフェクトを取って、これもパーフェクトは取れない。さあパーフェクトを取ったのはランガワ。さあパーフェクトゲームスピードが速くなっていく。あおって、ここでシャボンを壊す前に一番先頭のやつを壊してしまった。しかしここは一気に通常弾と、さあザコにもただ当たっちゃってますね。ザコに当たると移動スピードが遅くなってね、通常弾弱くなっちゃうんで。泡を剥がしたいが、しかしここで間違ってしまう。最後ノーマルアタックがなぜか刺さってしまい、1ラウンド目じゃねえ、2ラウンド目取り返すのがラン側、九条九太郎さん側ですね。さあファイナルラウンド、さあエクストラアタックが投げて飛んでいてパーフェクト取る。そしてこれはパーフェクト、フィーバーに入って、しかしこの手が時間的に短いんじゃないかな、どうだろう。さあフィーバー状態、おっとこれだ、エキストラアタックの元が飛んでったが壊すのか、ちょっともったいない。ランはもうエキストラアタックが強いですからね、ガンガン使っていきたいところですが、さあここでやっキル側が上昇2本になったのでエキストラアタックを出せるようになる。対するラン側はちょっとザコの処理に困る感じか。とりあえずはですね、あちらこちらで派手に当たるって感じで、もうあれですね、パーフェクト取るとか取らないとか関係なしに入ってきてる感じですね。さあまたモティルがフィーバー状態、これはやばいぞ。さあよく見たらランガーもボムを使い切っている。それに対してティル側はボムを全く使ってない上にさらにボムを補充、ボスアタックをここで発動。ちょっとあれですね、乱戦状態になってるわけでもなく、しかしドラピーの体当たりが当たってしまい、あったのは新潟県民さん。そうですね、時間的にもうこうつかん、さあ次のゲームでいいんじゃないですかね。さあ現在3勝1敗、僕に任せて。次のゲームです。やっぱりあれですね、ティンクルスターだと4回、やっぱりあれですね、15分で4回とかそんなもんですね。1ラウンド設定だったらそうでもないんだけど、やっぱ2ラウンド設定だとね、2ラウンド設定でもか、
2ラウンド設定でも。さあよく見たらなんかカオスブレーカーの台があれですね、漏電の可能性って書いてあって、なんかあの起動しませんね。ボンバーマンスかサックス。